渚、26歳。ヌーチームに所属し、裁断を担当する彼女が、何を思い、感じながらプリントショールのデザインを生み出しているのか、聞いてみた。もともと絵を描くことが好きで、プリントショールのデザインがしたいっていうのからここに来たんで、やっぱ自分が表現したいことがこう存分に表現できるというか、自分の個性を発揮できる、物事かなって思ってます。なんか一個の作品ができる時って、こう描いてる時は結構無心でこう表現というか作ってて、なんかね、なんか言葉にするの変ですけど、五感をこう体現しながら表してる感じかなと思います。見たことがないでも面白いものを作りたいっていうのはずっとあります。なんかそこがその人と違うものとか個性的なものとかが玉木ニメとすごいリンクしてて、ここ来た時もすごいはぁと思って、もう一目惚れだったんですけど、そういうなんかものづくりはもともと自分の中でやってたかなって思います。こんにちは。この日はいつもプリントを依頼している協力会社へ。笹倉さんとの協力関係は彼女のクリエーションにどのような影響を及ぼしているのか。上田さんの場合かなりバリエーションに富んだデザインされるんで、それはそれでいいと思うんですよ。私結構手書きが多いから、今一人なんで、なんかいろんなの、そう、手書きだけだとちょっと偏るかなと思って、こういった薄い色っていうのはね、白場がなくてもやっぱり下のボーダーが生えてくるから、これはこれでいいと思うんでね。やっぱ外の工場さんの協力もあっての玉木に夢なんで、これも切っても切れない固いこう絆といいますか、絶対に一緒にやっていく仲間というか、そういう存在ですね。こっちがいい人もいて、こっちがいい人もいて、でもどっちかじゃなくて、どっちもあっていろんな中から選べるってすごい幸せだなって思うんで、無限の可能性を広げたいなって思ったので、もうサツさんのね、あの言葉もすごい勉強になりました。こんにちは、ルーダです。今日はプリントショールの伝えるということにも全力投球、エンターテイナーの一面も持つ上田、意外にも自由なアドリブではなく入念な打ち合わせを欠かさない。自分が言いたいこと、あ、全然言えてなかったなとか振り返って思ったりすることあるんですけど、ジェスチャーとパッションは誰にも負けないというかそう、だから空気感をそのまんま伝わればいいなっていうのはなんか意識してるかもしれない。話すのは苦手だからめっちゃ緊張するけど、なんか来てしまえばこっちのもんじゃないけどやってやるぜみたいななんかそういう五感的なところはめちゃくちゃ、重きを置いてる。最後に玉木新芽でのこれからのクリエーションについて聞いてみた。今までにないことをしたい欲は秘めてますね。なんか作品だけじゃない表現をして、その表現に対してお客さんが喜んでもらえたらいいな、それが一番私の望みなので、作品の他にもね、幅を広げてやっていけたらなと思います